しいものがあるなら奪い取れ、忘れていい。思ってるんですけど、その状態が、まあどんな風になるかはやってみないと分かんないので、うん、やれる限りやろうと思っておりますので。あ、やばい、取られてる、取られてるよ。頑張ります。フラッシュシュー大好きです。フラッシュシュー、お願いします、お願いします。頑張りますわ、よろしくお願いします。頑張ってきます。と思いつつ、自分史上やっぱりこんなに可愛い演出で、あの一人で踊ったことないので、すごくなんか貴重な体験をさせてもらえて嬉しかったな。そうだよね、一人きりだもんね、あそこ。マスクがあるけど、すごくその喜びとか感動があって、きっと一生忘れないかなって信じてるし、私たちもそれを見てそれを忘れないってなんか共通の思い出ができてね、あの規模で。いや本当に思ったそれ。すごいことですよね。やっぱさ、こうやって待っててさ、後ろまで来ないかなと思ってたのに来てくれるって、嬉しいからさ、最初トロッコ乗りますって言って、なんかこう、真ん中だけしか行かないのかなみたいな話になって、じゃあサイドまで、奥まで行きますって言われた時にみんなガッツポーズしたよね。よっしゃーってね。生でやっぱフランシュシュを見るのが初めてだったので、こんなにすごいんだっていうのにまず圧倒されました。そのリハーサルの時もそうだったけど、やっぱあのお客さんの前に立ってみんなの大画面で見るみんなの顔がすごい輝いてて、なんかすごいここに立ちたくて立ってるっていう感じがして素晴らしいなって思って、そこにまず感動してしまいました。ありがたい、ね、なんか参加できてすごい嬉しかったな、貴重な体験を欲しいなって思いました。少ないレッスンの中、いや本当に覚えるのだからね、短期間で詰め込む形式だから大変だったと思う。そうそうそう、もうなんかね、あの止まったら死ぬってぐらい
って。ねえ、衣装さんもね、衣装さんも終始ずっと叫んでて、手袋ハリー履いてない人、ハリーさんも呼んでください。裏は本当にすごいことになってたんですけど、舞台だけじゃなくてね、いろんなとこの支えが、そう実感できましたね。掃除たちも支えてくれて、いや本当にもうコラボしてる。本当はね、みんなと一緒に写真撮る時もデス掃除壇上上がってほしいなと思ったんだけど、デス掃除はあくまでもデス掃除だから、ファンとフランス賞境界線みたいな。いやー本当に自分にとってもあの時のライブというものは、なんだろうな、自分自身に課されたこう使命であり、修行のような気持ちでもあったり、で成し遂げた今このほやほやの今は、またちょっと一皮二皮向けられたかな、ちょっと自分に自信持てたかなって、それでいてメンバーのことをより大好きに、愛してるぜって気持ちになったし、もうスタッフ陣もこのチームみんなのことが誇らしく思えるようなライブでした。できっとそこの信頼感っていうのが、見てくださる皆さんの生きる糧、日常のちょっとしたことでもなんかハッと思い出したり、曲を聴いた時にあんな風だったなとか、このブルーレイを見てね思ってもらえたら、すごく心の支えとして素敵になるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ何度でも見返して、でまたいろんな人に見せたりして楽しんでください。これからもよろしくお願いいたします。